これは夫の死後に見つけた日記を出版したもので宮内庁からは反対されたようですが、お前らに出版を差し止める権利はあるのかとお聞きになってありませんと言われたから出版したようです。ここで戦争で若い命を捧げた人々、傷ついた人々、口では言い表せないほど、の辛酸を舐めた人々が大勢いるということですと戦争体験者の強い思いなども書かれています。 漫画家で皇室のことをよく記事にする新三なめ子という漫画家でコラムニストの女性がいますがここから名前を取ったんだなとピンときました。つまり愛子天皇を誕生させようという考え方なのが伝わってきますね。ちょっと応援したくなりました。ちなみに皇位継承問題については自民党でもこの皇室問題等についての懇談会が設置されましたが座長が麻生太郎さんになりましたよね。 この麻生太郎さんは男系男子だけしか認めないと言われていますが妹の信子様は愛子様のことを歌われているしちょっとどういう立ち位置なのかがわかりませんよね。ただ自民党でも現在は安倍晋三さんと岸田首相の意見が対立していてこないだも世界遺産の佐渡金山で揉めていましたよね。まああれは安倍首相の意見の方が正しいんだろうけども色々と意見が対立しているようです。 そんな中で岸田首相と麻生太郎さんが手を組んで安倍首相と対立しているという構造のようです。これは王公池会構想、大公池会、といって現在は最大派閥で自民党最古の派閥といわれる公池会の会長が岸田首相です。そこから分裂してできたのが麻生派閥です。麻生派閥は岸田首相と河野太郎さんの双方を支持して高市早苗さんには入れなかったわけです。 この一度分裂した派閥を再度合流させようとしているのです。その一環として麻生太郎さんを座長にしたりとか色々と動きを見せているようですね。まあ安倍首相が座長になるよりかはは皇室問題に関してはまだ少し期待が持てますね。いろいろと皇位継承問題も自民党内では政治利用されているようですね。 ちなみに安倍晋三さんは元旦に MX テレビに出演して報道番組の最後に今年の展望を聞かれて岸田首相について支えるとかそういった発言が飛び出すかと思ったら全く岸田首相のことには、しょくれなかったようです。つまりバチバチに喧嘩しているんでしょうね。何かあればまた首相しますよというプレッシャーを与えているようです。 最初岸田政権が誕生すると高市さなえさんを幹事長へという案を出していたようですがその案が通らずに苛立っているようです。安倍晋三さんと麻生太郎さんは名友関係で仲が良かったイメージですがここに来て確執が生まれているようですね。安倍首相と麻生太郎さんは親族同士でつながりはあるのですが安倍首相の祖父は岸信介氏で憲法改正を訴え続けていて麻生太郎さんの祖父は吉田茂氏で経済重視だから微妙に公衛法は いうようですね。しかも AERA の記事によると麻生太郎さんは皇位継承問題においても女性天皇誕生に比較的寛容と見られていると書かれていました。つまり絶対的に男系男子派の安倍晋三さんとはそこでも意見が違うわけですね。麻生太郎さんは強い自民党体制を作るために残りの政治家人生を捧げるつもりだと麻生派閥の関係者は言ってるようです。 だから岸田派閥との合流の可能性が高いようです。広池会が麻生派閥や谷垣グループに分かれているのでそれをまた合流させて安倍派閥と岸田派閥の二強の派閥体制にしようとしているようです。夏の参議院選後には麻生太郎さんは派閥を鈴木俊一氏に譲るつもりのようでこのタイミングで岸田派と合流するだろうと言われているようです。次のような批判的な意見がずらりと並んでいる。 天皇家や議員の関係性について非常に面白く参考になりました麻生太郎君と信子様は兄弟で、皇室問題についてはどのように考えているのかも垣間見られて興味深い。菊子様のお人柄、安倍夫人とメラニアさんの会話についてもつい笑ってしまいましたわ国会実況さん、今後も発信よろしく頼みますびっくりマーク。政治家の皆さんの動きが複雑で怖いですね。 愛好様が TE 脳になられるのが希望ですが、その後、ご結婚されるとき、そしてご出産されたときに継続扱いにするのか、しないのか。これが気になります。旦那さんは一般人扱いで構わないと思いますが、問題はお子さんです。TE 脳のケツがあるのですから継続扱いにしていただきたいですし、愛好様のお子さんで兄弟、男子だけ、なら全員、姉妹、女子、しか。 いいない場合ははのの方に通学の教育はしていいたただきたいです。すべて希望の窓から国民を見守る王太天皇陛下はコロナが収束するように心から皇后陛下は皇居御所から見た緑豊かな情景国内から愛子さまは英国から見た歴史の建物海外から愛子内親王殿下の天皇即位で良いと考えます これからの日本を近城陛下皇后様、ま、の宮愛子内親王殿下に担っていただき、鶴の三宅は、論外で、三宅の皆様にもお願いしたいです。興味深い情報ありがとうございます。コロナ禍で国民は疲弊しています。その中での皇室の存続の危機、年宮愛子さまの立体師が決まると世の中がどれほど明るくなることでしょう。次の参議院選挙の参考になりますので、 このような情報はありがたく思います。さて、皇室では秋篠宮家の眞子さんが強行結婚をしてアメリカに逃亡したり、天皇家の愛子様がめでたく成人を迎えられたりと目まぐるしく動いている状況です。そんな中、上皇后の美智子様が、雅子様の車に乗る時の順を席順にまでクレームを言い出したようです。そんな細かいところまで責められると、 またもや和政子様が適応障害になってしまいそうですが、一体何があったのでしょうか。今回はそちらについて紹介と詳しい解説をしていきたいと思います。では早速、ここからは引用を含みます。さて、今年の4月頃に上皇様と美智子様は30年過ごした皇居から晴れて高輪皇族邸にお引越しされましたが、この際に美智子様が放った一言が話題を呼んでいます。 上皇ご夫妻を見送りに車で来た雅子さまに対し、美智子さまは、相変わらず天皇陛下を荷物席に座らせているとおっしゃった。のです。実は、天皇ご一家は三列シートのワゴン車で見送りに来ており、その最後部座席、いわゆる荷物席に天皇陛下が座って、一番目立つ窓際のポジションに雅子さまがお座りになっていました。そういった経緯から、 雅子さまが憎くてたまらない美智子さまは先ほどの発言をしたのです。事実、元宮内庁職員の高知誠一さんによれば、美智子さまは、華やかで目立ちすぎる雅子さまに適量心すら感じていましたと証言しています。確かにこの席順は一般的な順列に従ってはいないでしょう。一般に社内の乗車位置にも上座と下座という序列があるのは、皆様も知っての通りです。 一般的なセダン型の乗用車なら、運転手の後ろが上座、次が助手席の後ろ、そして最後が助手席となっています。普通セダンタイプの乗用車に乗る際は、この序列に従って後続型も車をお乗りになります。しかし、ワゴン車の場合はそういった常識とは違った見方ができるようなのです。何でも、三列シートの最後列座席は、三列目が一番後方だから安全。 上車順が最初で下車順が最後であるといった順序理由から、3列目が上座であるといった理論があるようです。となると、天皇陛下は安全性を最優先に考え、あえて下座の3列目に座っているという理由が最も適切なのかもしれません。ちなみに天皇ではない秋篠宮ご一家も、これと同じような座り方をしています。そういったことを踏まえると。 皇族は基本的に乗車位置の序列を守るが、最優先なのは天皇の安全であり、天皇は例外的に最も安全な場に座る、というのが正しいのかもしれません。ただし、もちろん例外もあります。お手を振る際の位置など、国民へのサービスのために上記の序列を破ることも当然あるわけです。これらの要素をバランスよく考慮し、皇族は乗車位置を決めているのでしょう。 一見すると、荷物席に天皇陛下が座らせられているかのように見えたとしても、そこには様々な要素が含まれていることを忘れてはいけないでしょう。そういった意味では、今回の雅子さまに対するご発言は、勘違いから生まれたものと言えるかもしれません。以上が一つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたか、なんだか、いろんな角度から美智子さまは攻めてきますね。 雅子様を非難するためであれば、どんな手段でも厭わないところに怖さを感じてしまいます。かつて平成の時代では慈愛の母として慕われてきましたが、情報社会となった今ではそのレッテルも、がれかけています。今後は雅子様が再び適応障害になられないよう、国民が注意深く守っていかなければならないと思いますね。では二つ目の記事に移ります。さて、 上皇様の妹である黒田沙耶子さんが成年になった平成元年は、昭和天皇の墓中でした。そのためお誕生日当日は君一党奉還賞の真授式だけが行われましたが、この祝賀行事は年をまたいで行われ、祝宴も晩餐会も催され盛大なものでした。翌日もお茶会などの行事は続き、多くの人たちから祝福を受けられています。それから三十二年がたち、 青年を迎えられました青年行事では祝宴やお茶会、晩餐会は感染症かということもあり、残念ながら中止となっています。また、平成以降女性皇族が青年を迎えるたびにティアラなどの宝飾品が新調されてきましたが、愛子さまに関しては新調しないことにもなりました。これは愛子さまから直々のご提案だったと言われています。 今では女性皇族の象徴ともされるティアラですが、もともとは海外の女王が日本に招かれた際につけていたもので、日本にはつける伝統や習慣はありませんでした。その歴史的な経緯を知った愛子さまは、新しいディアラを制作しないことを両陛下にご提案。天皇皇后両陛下と三人で小話し合われた結果、黒田沙耶子さんのものを着用することにしたのだといいます。 お誕生日当日の12月1日はご家族や宮内庁関係者らによる内輪のお祝いが続きました。午前中は学習院大学文学部のオンライン授業に御所からご参加。午後5時から天皇皇后両陛下とご一緒に、宮内庁長官と次長、自住職職員から祝賀を受けられています。また、青年行事の本番は、正式な行事が1日続く12月5日の方です。 午前中は、愛子さまは裾が地面まで達する参拝服で宮中三殿をご参拝。初めて作ったという、ローブモンタンと姿で、陛下から勲章を受けられました。午後は、ティアラとネックレス、イヤリングをつけられ、ローブデコルテに勲章がついたサッシュをかけられたお姿で両陛下に挨拶をされています。秋篠宮殿下の抱えた不安は、近所陛下にも伝わっているようだ。 週刊文春2019年4月25日号の記事、皇太子が漏らされた秋篠宮さまへの有料、皇府案役千鳥屋氏では、当時の皇太子殿下が、自信を失った秋篠宮殿下に、太子を持ってほしいと激励していたという消息筋の声が紹介されている。この状況は今も変わらないようだ。猿区内庁職員は次のように。秋篠宮殿下は昨年11月の誕生日会見で、 儀式の所作を覚えていないと告白するなど驚きの発言が続いています。4月19日に予定されていた立講師の礼が延期になり、内心、一番ほっとしているのは秋篠宮殿下なのかもしれません。近城陛下もこれを察知してでしょう。しばしば秋篠宮殿下を東宮御所にお呼びになり、真子の件、もっと国民に寄り添って、しっかり解決しなさい、令和が始まったばかりなのだから自信を持ってなとと失声され。 孔子としての自覚を促しているそうです。兄弟愛に溢れた陛下のお言葉には感動しかありません。秋篠宮殿下との子様さまの笑顔に国民が癒される日が来ることを祈っています、宮内庁職員。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。なる人さんは母親のエゴのために、随分とスポイルされているようで、気の毒にも感じます。 天皇家の長女である年宮様に好意を継承していただき、成人さんは秋篠宮家を継がれれば良いのではないでしょうか。秋篠宮は父親としての責任を自覚して、学習院に頭を下げて成人さんの教育をお任せするべきでしょう。殿下ご自身、十分な教育を受けていないと、憂慮不安を感じている以上、好意継承などもう手遅れです。天皇陛下の長子、 愛子様がご両親から十分な奮闘を、ご誕生時より受け続けておられます。欧州青年皇族の会員にも、なられているとか。頼もしく、最色賢美なお方にご成長されました。自信のない夫や息子をしっかり正道で支えるのとは真逆で、ひたすら写真を持って優秀な家族を貶めたり、国民の言論を封殺したり、そういう悪事ばかりやるこの三宅の嫁が悪質すぎます。 政府もバカ女たちの悪事を抑制する気がなさそうですよね。政府は、正直言って皇室なんかどうでもいいんでしょう。このまま暴走させ続ければ、国民の世論で、必ず高統は天皇家に戻ると思う。金を不正に使われるぐらいなら命をかける国民はあまりいないだろうけど、多くの国民の言論の自由を奪うようなことをされたら、国民は絶対に黙っていませんよ。 男子が誕生してから15年。可能性が高まって15年。その間、当事者などは一体何をしてきたのでしょう。15年間何もしなかった人は、次の15年間何もせず無意に過ごすことでしょう。それとも、立場の力を持って2700年継承してきた伝統や儀礼、風習や国民との関わりなどを改革するおつもりなのでしょうか。末っ子長男君は、 母親が高げたは稼るのをやめればよくなるのでは。と思います母親の性格を変えるのは難しいですが、息子を善良性の学校に入学させるなど母子分離を促すのは可能なはず。父親は健康状態的に即位できないのでは。先日のお誕生日会見を見たときに、今年はアルコール飲んでないんだと安心したのは私だけではないはず。有識者会議のメンバーに問いたい。 帝王学を習得してない暫定1位、2位をどう思ってるのか。一応、頭の良いそれなりのメンバーなんだから、その疑問にもはっきり答えてほしい。まあ、洗脳号と秋篠の息がかかった連中だから、忖度や裏金でがんじがらめ。余計なことは出さないよう口封じされてんだろうけど。本来なら二人は暫定でも天皇の資格なんてないよね。 あーやなんて幼少から部屋の床に転げ回ったり、サーヤの乳車に乗っかって、それを小さな体の広宮様が涙ぐましく重そうに押す様子とか、今動画を見てもアホのあーやだった。それ以上にヒサは映像にしてはならない異常な気候ばかりなんでしょう。さっさと白状すればいいのに野望だらけの気候が絶対に許さない。ヒサを東大入学とか冗談にも程がある。 皇后雅子様への対抗意識が異常。あちらの国特有のコンプレックスと見えっぱりには失笑する。とにかく不自然な罰則付き報道規制はやめて。それが不可能なら将来の天皇なんて絶対に無理だよ。